モンペリエ植物園は、モンペリエ第一大学の歴史地域にある植物園で、ある。学問や、教育目的に作られた、植物園としてはフランスで最初に作られた、植物園である。ストラスブール植物園、パリ植物園、カーン植物園に先立って設立された。1593年に、フランス王アンリ4世が1545年に、設立された。 パドバの植物園をモデルに医学の教育で有名なモンペリエ大学の教授ピエール・リシェド・ベルバルに植物園の設立を依頼したのに始まる。プロジェクトは当初の薬草の栽培から植物学の研究に変わった。1598年に植物園の植物目録が出版されるが宗教戦争により1622年に植物園は破壊される。ベルバルは再び 最初から植物園の再建を行った。ベルバルは植物の生育地の気象条件を考慮し、土盛りをした南斜面に山の植物を植え、影地の植物は日陰の方に植えた。リシェド・ベルバルの時代の部分はモンターニュ・デリチャーとして残されている。19世紀に植物園は2度拡張され、1804年に建築化。 グラガルデットの設計によるの温室が作られ、1859年のシャルル・フレデリック・マルタンスが、園長の時代に、イギリス式庭園、いて、音質が作られた。木村洋次郎、ナチュラリストの経譜、近代生物学の成立し、ISBN 978から41億2100万6806。ありがとうございます。